さてと、おにぎりも持ったし、行くとするか。うん、そろりそろり。とりあえずは山の中を目指すよ。静かに目立たないようにね。そうっすね。サユリ様に見つかったら猛烈にまずいっすから。バカ、そういうことを大声で言うな。おー、猛烈で、私に見つかったら何がまずいんじゃ。ぎっくり。何か隠してるなとは思っていたんじゃ。さて、洗いざらい話してもらおうかの。大先輩の命令には逆らえないっすね。ですね、実は。花火お姉ちゃんは何も言わないで。じゃあ、蓮華お姉ちゃん、なんとかしてっす。なんとかしてって言われても。よし、とりあえず脱ごう。そうじゃなくて、ほら、腹踊りとかいけるんじゃないっすか。そんなのでどうにかなるのは花火お姉ちゃんだけだよ。えらい慌てようだね。こりゃしっかり聞くまで帰れないよ。ベランベ。よし、こうなったら、逃げるっす。ここは通行止め、通せんぼです。ドワー。さて、逃げ道を塞いだところで強引に聞き出すとするかね。Yeah!
だですね。そうじゃ、あたしも料金もピンピンしているよ。わかったっす。正直に話すっすよ。待ってください。花火お姉ちゃんじゃなくて、私がちゃんと話しますから。はあ、まあ、嘘をついたりしないのなら誰が話しても構わんよ。ごめんなさい。確かに私たちは隠し事をしていました。実は私たち忍び学生たちが羨ましかったんです。羨ましい？なるほど。だからおにぎりとか持ってるのね。どういうことじゃ。この間私たちはおにぎりを作って蛇女の子たちとピクニックしたんです。あなたたちもたまには息抜きにそういうことしたいってことね。はい、そういうことです。いいと思うわ。緊張しっぱなしだと体に良くないですし、さゆり様もそう思いますよね。そうじゃな。ま、息抜きもたまには必要か。ヤグラは私たちが見てるから、行ってらっしゃい。はい。あざーす。じゃあ行ってきますっす。